こんにちは、2ちゃん放送局です。2022年12月23日、野良猫バンクという会社が始めた猫放題というサブスクリプションサービスが大炎上している。月額380円の会費で、提携する保護猫シェルターが保護、飼育する猫を審査やトライアルなしに譲渡。猫をもらうのも返すのも費用負担で園で行う。人と猫をつなぐプラットフォーム、と謳っており、最後まで面倒を見きれない責任を誰かが代わりに負えればと始めたという。このサービスは15日にスタートしたが、23日になってツイッターで大炎上。猫の命を何だと思っているのか。環境が変わるだけで体調を崩す猫もいるのに、絶対にダメ。など批判の声が吹き出し、ツイッターのトレンドランキングで関連ワードが1位と2位を占める事態となった。380円というハードルは命を預かるには低すぎるし、返す理由のハードルも低すぎる。猫をおもちゃか何かと間違えてるわ。俺は文句も言わないけど賛成もしないし、どうでもいい。目くじら立てて文句言ってる奴は世の中の野良猫を全部面倒見ればいいじゃん。自分で何もしないで口だけ出してるのって野党と同じだよ。お前バカって言われない？お前ほどじゃないよ。僅差でお前の方がバカかな。最初に文句言わない、どうでもいいと言っておいて、盛大に文句垂れてるじゃねか。恥ずかしい奴。どうでもいいのに文句言う奴に文句言うバカ。家周りの野良猫4匹保護して飼ってるから文句言ってもいいよな。そもそもペットという存在には疑問を抱かないのか。確かにどうかとも思うけど、愛玩動物に飲みこういうこと言うやつは大嫌いだわ。魚釣りでキャッチ&リリースしてるやつとかにも文句言ってるんだろうか。本当に猫基地って人間は虫なのに猫のためならいくらでも行動するし金も出すよね。そんなんだから悪い連中に猫を商材化されるのさ。だって恋人とか家族ならまだしも、そこら辺に転がってるおっさんとかジジババとか可愛くないでしょ。自分の飼い猫じゃなかったとして高齢野良猫と高齢ジジババの二択でどっち撫でたいかというと猫じゃない。保護猫の行き場があるだけいいんじゃないの。別に保健所で処分される方がいいならそれでいいけど、犬飼いも猫飼いも綺麗事並べるだけだよな。記事読んでないだろ。こいつ預かった猫、中には飼育費用として60万円で引き取った猫もいたのに、ろくに面倒見ずに病気で次々死なせてるそうだ。無免許で猫に薬注射することもあったとか。マジか、やばいやつだ。保護猫なんてせず野良にしとけよ。にゃんこ、寒いにゃー、家に入れろやー。これは保護猫ビジネスにとってとんでもない脅威になるから、そりゃ反発すごいだろうな。まあ猫のストレスもわかるが、返却事由は良いかもしれんね。軽はずみに買って飼いきれなくなって捨てるとか最低最悪な行為。禁止したってそうそうなくならないわけで、せめて返却してくれた方がマシだと思う。返却事由なら軽はずみに買うだろ。いや、ほぼ誰でも連れてきて育てる気全くない人も瞬間値で買うだろうし。まあそうか。もう動物飼うの禁止にすればいいんじゃないか。子供も飼えなくなりますね。結果的に安易に捨てたり買ったりが防げるんだからいいんじゃないの。ついでに保護猫の行く先も不安定ながら決まるわけで、完璧を求める意味がわからない。確かによくねえなぁとは思ったけど、猫歌とそいつらに支持されたいインフルエンサーの怒りの投稿がなんか行き過ぎてる感あって、やっぱり愛護の連中怖いという感想。それそれ、怒りの投稿がやりたい放題でそいつらの方が有害だと思うわ。わかる、ペットは絶対飼いたくないと思える。反対してる人たちは猫をたらい回しにするくらいなら殺処分した方がマシ論者なんだろうな。猟友会に、熊さんがかわいそうだ。とか言ってるそうかな。しかしさすがに380円はどうかと思う。月額3800円にして医療サポートつけるならありかと思う。集団飼育で過ごすより一般家庭の方が幸せやろ。猫の一匹もまともに飼えんところが多いとも思えんし。保護猫で金儲けするなという人たちがいるけど、保護する人たちが疲弊していくシステムはダメだろ。正直俺はこのサービスはあっていいと思う。だって身請けいないと殺されるだけなんだぜ。それがこの380円で寿命は縮むかもしれんけど最後まで生きられるんだ。殺処分されるか380円で応援するかどっちがいいかって考えれば380円だろ。ただ、殺処分であっさり死ぬのと、380円で延々虐待されて殺されるならどっち選ぶ？お前なら死刑と無期懲役どっち選ぶ？全然対比になってない気がするけど、無期懲役が絶対に死ぬまで出られなくてその間ずっと虐待されるというなら死刑を選ぶと思うよ。リアルな対比じゃなくて揶揄してるだけだぞ。可愛くないなと思ったら返してもいいのか、便利だな。相性もあるからレンタルありいいと思うけどね。飼ってみたら全く可愛げのない性格で抱かないとかだったら一緒にいたくもないし。野良猫だったのがそんなにいきなり懐くわけないじゃん。アホか、こういうやつが気軽に手を出すんだろうな。一般的な保護猫の譲渡もトライアル期間があるよ。サブスクって形で時代には沿ってんじゃね、知らんけど。焼肉食べ放題1000円、牛の命を何だと思ってるのかって騒ぐ人はいないのか。このサブスクに入るのに厳しい審査があるんだろう。里親になるぐらいの審査があるならこの値段でも良いと思うが、誰でも入れるなら380円は反対だわ。厳しい審査はない。
それがこのサービスの売りで炎上の原因でもある。ペットという名の愛玩生命体全てが人間のエゴだし、極論言えば最初から殺す前提で生み出される命の畜産も、倫理的に良いのかという話にまでなれば人間はもう引き返せないところまで来てるので、もう命に対してかわいそうとか言わなくていい。豚だって犬くらい賢いし可愛いけど捕殺するだろ。メジャーじゃないだけのこと。猫好きだけど飼えない人からガツ380円もらって猫まみれ動画見放題の方がよくね。あとその施設に遊びに行き放題とかさ、猫カフェかなんかでやればいいのに。だな、猫カフェの方がまだ良い。それなら支援できる。保護猫引き取るのもめちゃくちゃ条件あるんだが条件は何だろうか。死んだりしたらちゃんと検証するんか、検証しないんなら七兵送るだけだぞ。保護猫を引き取るのに条件がめっちゃ厳しくて猫を飼いたくても飼えない人にはいい制度だろ、厳格な審査がないって批判してる人はペットショップで猫を飼う時も審査はないけど猫は飼えるんだから変わらん。いや違うでしょ、ペットショップではうんと万必要だぞ、380円とは話が違う。これが燃えないと思ったやつ。Uパケットとかで送られてくるのかな。わざわざ月に380円払ってまで猫虐待するの。捕まえるより安上がりじゃん。報告とか監視があるんじゃないの、通報されるリスク爆上がりだろ。魚とかだったらここまで騒がないくせにこの国の猫信仰は異常。どの世界もそうでしょ、牛信仰、イルカクジラ信仰、ゾウさん信仰いろいろあるぞ。猫嫌いが虐待し放題じゃん。他の人もすでに書き込んでるけど、猫が嫌いなんじゃなくて猫好きと猫飼ってる人がめちゃくちゃ嫌い、猫キチガイって言葉を作った人はセンスある、マジで猫好きってキチガイ率高い。偏見の塊、差別主義者、誰もがお前のことをそう思うだろう。生きにくくしてるのはお前自身。猫を一生部屋に閉じ込めて子孫作れないように去勢するってエグいことしてる連中がいい人ぶってんじゃないよ。それな、なんでか自分たちは素晴らしいって思い込んでるけど、普通にペット飼う行為が虐待だわ。猫放題より、彼女放題が欲しいです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。2ちゃん放送局が運営するまとめサイトを開設しました。YouTube では動画にできないようなクソスレや面白いスレをまとめています。よかったらブックマークしてみてください。その他にプレゼント企画も定期的にやっていきますので Twitter のフォローもお忘れなく。概要欄にサイトの URL がありますのでそこから飛んでください。こんなスレが見たいというような要望等ありましたら遠慮なくコメントください。皆さんが楽しめるような動画をこれからも作っていこうと思います。それではにちゃん放送局でした。本日もご視聴ありがとうございました。